透明集中工事とは、中日本高速道路株式会社が、毎年10月に、透明高速道路において実施している工事である。1988年に導入され、毎年行われている。1968年に全線開通した透明高速道路では、経年劣化に加え交通量の増加や、車両の大型化によって、道路構造物の老朽化の進行が著しく、 補修工事の必要がある。しかし、工事実施によって渋滞が発生して安全で、快適な高速道路を提供できなくなる可能性があり、道路利用者や周辺地域に対しても配慮する必要がある。そこで、工事する時間帯を集約させる集中工事方式が1988年から導入された。集中工事を実施することで、 トータルの工事規制回数を削減することができた。また、2012年の集中工事においては、集中工事を実施しなかったことで想定される、工事渋滞時間を約5割削減できたと試算している。例年10月に2週間程度の日程で実施されるが、土曜、日曜、祝日は、工事を行わない。なお、2005年は、日本道路公団の民営化に伴い、 11月下旬から12月上旬に実施された。また、2014年は、五殿場 JCT 伊、e、藤の片側3車線区間で、日中の2車線規制工事を、2018年は、横浜町田インターチェンジエビナ JCT 間で、日中の工事を、いずれも渋滞対策として実施しなかった関係で、この区間の工期が1週間延長されている。実施区間については、 長らくの間東京 IC 小牧ジャンクション間であったが、2011年以降は区間の変更が続いている。2011年は東京 IC トヨタインターチェンジ間、2012年2013年は東京 IC 三日日インターチェンジ間、2014年は東京 IC 豊川インターチェンジ間、東京 IC 五天場インターチェンジとなった。2015年は、 東京 IC 沼津インターチェンジ間のみで実施され、沼津インターチェンジ異性では新東名高速道路とのダブルネットワークの効果により、激しい渋滞が発生しないため、集中工事ではなく、利用者への影響の少ない時期に、昼夜連続車線規制などを行うこととなった。なお、その後は実施区間の拡大が続き、2016年は東京 IC 春日インターチェンジ間、 2017年は、東京 IC 小牧ジャンクション間で実施された。2018年は、東京 IC 豊川インターチェンジ間で実施される。工事期間中は、新透明高速道路や、中央自動車道への迂回を呼びかけており、中央道へ迂回した場合には、透明、新透明を経由した場合と同等の料金になる、要料金調整が行われる。なお、同様の集中工事が、 中央自動車道、高井戸 IC 相模湖インターチェンジ間の中央道集中工事、名神高速道路の名神集中工事、中国自動車道、イ田 JCT 宝塚インターチェンジ付近で中国道集中工事として行われている。2013年透明集中工事概要ネクスコ、中日本公式サイトハット ABCD 本村人志 2008P21 工事の効果。 内容ネクスコ中日本公式サイト2005年、透明集中工事、夜間通行止めの終了のお知らせとお礼クスコ中日本2011年透明集中工事は終了しました。ご協力ありがとうございました。ネクスコ中日本公式サイト2012年秋、透明高速道路で、 集中工事を行います10月9日から19日までの土日宿を除く9日間ネクスコ中日本公式サイト2014年秋透明高速道路で集中工事を行います10月20日から11月7日までの土日宿日を除く3週間中日本高速道路2014年8月15日付2015年秋透明高速道路で 集中工事を行います11月16日から11月27日までの土、日宿日を除く2週間中日本高速道路2015年7月30日掲載8月3日閲覧ありがとうございます。